こんにちは、エリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。突然始まりました。もうこっちが今、めっちゃ赤くなってきた。それ後で撮ります。こっちが夕日で、こっちがもうすっごい今日空のディテールがめっちゃかっこいいで、今からこの背景で撮ろうと思ってるんだけど、おそらく今ちょうど私の電池がなくなるところです。電池がなくなったらどうやってすぐ帰るかという動画を撮ろうかなと思ってます。簡単に言えば、今ここに電池がめっちゃ便利なケースに入ってます。このケースがもう私の欲しかったケースです。それの URL も下の概要欄に入ってるので、ぜひ見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではちょっといつなくなるか、今もう ほぼゼロ表示になってるので、いつなくなるか逆に気になります。プロフォートのゼロ表示で何枚撮れるか。まあこんな感じで、日中シンクロやってます。今は感度320にしてます。エンディ64つけてるんで、で160分の1のシャッタースピードの、もちろん開放 F1.4 です。ちょっとライトに近づいて、 OK。 で今の状態は、まあ、別に電池は置いてもいいんだけど、横に近くにカバンとかに置いたりするのはいいんだけど、場合によって、あ、なくなった、なくなった、完全になくなった。いいタイミングでなくなった。場合によって置くところない、完全に海に入ってるとか、ちょっと動けないような場所に入ってるから、カバンがちょっと遠かったりする時がよくあります。なのでこういう時に電池はもういつも近くに欲しいです。今ここに入ってます。これがバッテリーボックス、マルチバッテリーボックス、こんな感じに今プロフォトの電池を2つ入れてます。すぐ帰れるように入ってます。で今からも、あ、電池やべえ、電池なくなったって、電池外してドヤ顔でここから新しい電池出して入れて交換して、もちろんストロボつけて、もそのまますぐ取り続けます。もう早く急いでる、特に電池、ストロボの電池一番なくなりそうなんで、いっぱい取るときにすぐ変えることができたら最高です。こんな感じで撮ってます。そして実は今はエンディフィルターとか使ってるんだけど、でエンディフィルターは磁石のエンディフィルター使ってます。磁石最近結構好きなんで、こんな風に磁石でくっつけてます。磁石でエンディフィルターで、これを例えば使わない時があります。エンディフィルターで使いたいんだ、撮りたい時もあるし、ハイスピードシンクロで撮りたい時もあります。それどこにつけるかというと、これもここです。実は鉄のプレート入ってます。なので磁石的なものはちょっと使わない時とかは、まああんまり暴れたりできないんだけど、ここに少しの間にちょっと保管することができます。例えばもうちょっとハイスピードシンクロで撮って、でもう一回、あ、やっぱりエンディフィルターつけて、もっとストロボのパワー稼ぎたいと思ったら、もうここから外してカメラにもう一回レンズにつけて撮影します。これもこの、ボックスケース、マルチボックス、のすごいいいところ、シグマのレンズとか、シグマのiシリーズの磁石付きのレンズもあります。それのレンズキャップも全部ここにくっつきます。超便利です。最後に何枚かだけ撮って、そして終わります。でもちろん今はプロフォトのバッテリー入れてるんだけど、いろいろ使いたいものはここに入るので、例えばドローンのバッテリー、結構綺麗に AS2S とかミニ3のバッテリー3、4本ぐらい入るし、まあ、いろんな小さくて必要なものがすごいいい感じに入るので、これ結構好きです。ぜひ気になる人がいれば、下の概要欄に URL 入ってるので見てくれたらめっちゃ嬉しいです。 OK、 最後に何枚かだけ、あれ、あ、コマンダの電池がなくなるのか、それは考えてなかったけど、もしコマンダの電池がなくなったら、それもまあ入れることはできるかな。今はないんですね。今ちょっと電池がなかったか。残念。 OK、 とりあえずこの動画これで終わりたいと思います。マルチボックスケース、ぜひ見てください。結構便利です。本当に普通にプロフォトのバッテリーカバンに入れるときに、まずここに入れてカバンに入れるときとか、
もうなんかもう便利です本当に。ぜひ見てください、また次の動画で会いましょう。初めての人だったらぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてこの前なんかキャノンの動画アップしてなんかすごいコメント来てた、あの純正レンズの話とかなんか全然カメラ関係ない人までなんかすごいなんか面白いコメントも言ってたんで、まあぜひそれ見てない人がいればちょっと前の動画あるのでぜひ見てくれたらめっちゃ嬉しいです。キャノンさん開示してください。また次の動画で会いましょう。バイバイ、ゆりこでした。ゆりこでした。ここかけるとこもついてる。そうここに例えば iPhone のあれ、iPhone のいつもつけてるここにつけてるやつ、別にここでもいい。ああ便利ね。こっちにも どこにまあつけようと思えば一応あるから、結構いろいろ入る。